うわ、やば。どうもー、鳥の爪団ソードです。ホラーゲーム企画から説明第150弾はこちらのゲーム、スレンディータビズ3。よいしょ。いやー、ずーっとコメント欄とかでもね、いろんな方からね、スレンディータビズ3リリースされましたよと、ぜひやってほしいという声をたくさんいただいておりました。で、ずーっと温めてると言ってたんですけども、第150弾としてね、こちらやっていきたいと思います。いやー、どうなってしまったんでしょうね。スレンディータビーズ3のデモ版はね、以前実況したことがあったんですけども、なんか噂では銃とかも使うような、割とこう FPS チックなゲームになってるというお話でした。まあちょっとね、探り探りになるとは思うんですけども、またこちらやっていきたいと思います。パートがどれぐらいのシリーズになるかわかんないんですけど、まあ頑張っていきましょう。おーおー、なになに、チャプターゼロ、え、なにそれ、しっかりとしたストーリー性があるタイプのやつ。やっぱあれだよな、ストーリー性あったもんな、3な。確かにそうだわ。もうずいぶん前で、だいぶ記憶が薄れてますけども、まあ英語がわからないからな、頑張るしかねえな。おー、綺麗。え、ちょっとグラフィックも進化してない？顔は気持ち悪いけど。久々だな。え、なになになに、ハロー、ノー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 、トーマス？トーマスみたい、あ、トーマスじゃねえ。なんか掃除機みたいなやつか。はあ、はあ、はあ。本編のテレタビーズあんまり覚えてないけど、いたんだろう。なにこれ、会話形式のゲームなの？なにこれ。あ、ハビングファン。なんか いろいろあるけども、ちょっと、ま、感覚でやっていきますね、この辺は。なんか似たような雰囲気じゃない？でもね。話しかけられてるやん、完全に。なんか象の掃除機みたいな、そんな感じですよね、雰囲気はね。うわあ、これほどまでに英語力が欲しいと思ったのは久々かもしれない。いやあ、マジか、こういう感じか、3。まあでもちょっと、おいおい、まあホラーな演出に変わってくると思うんで、ちょっと最初は辛抱してください。で、わかる方はぜひコメント欄とかでね、そのストーリーの雰囲気こんなだったよっていうのをちょっと共有していただけると非常に嬉しいです。綺麗なんだよ、そう。3は割とこう綺麗な雰囲気で、最初こう、可愛らしい感じなのにだんだん狂気を帯びてくる、そういうテイストでした。デモ版では夜になると追われるようなシーンもありましたね。オープニングだ！オープニングの癖。え、何？しっかりとある。何これ、年々強化されてく感じ。1とかの頃と比べて、グラフィックも何から何までどんどん強化されてくじゃん、このゲーム。謎にね、スレンディータビーズシリーズ、うちの実況チャンネルでは盛り上がってるというか、いろんな作品やってきました。 2D までやってきた。そしてこの3、ここまで進化した。あ、紫のやついるな。さあ、動けるのかな。WASD ドット、インタラクトはクリックと。じゃあ、普通にお話ししてきゃいいのかな。そう、こいつがね、なんか変になってくんだよな、確か。はい、ティキミキ。選択の時間が設けられるの怖いんだけど。選択肢によっては殺されてしまいそうな、そんな雰囲気。やだよ。いきなりはないだろうけどさ。黄色のやつが、これ女の子なんじゃなかったっけ。ララララ、はい、オッケー。ちょっとなんか落ち込んでる感じなのかな。大丈夫っつっていう感じですよね、きっとね。なんか前もそんな実況した記憶があるもんな。だいたいわかるとこの英語の範囲変わってねえっていう、なんかそのこのパターンですね。Do you want to play?なんか一緒に遊ばねえみたいな感じで、ちょっと遊んで励ましてあげようみたいな、そういう優しいところ見せてあげたけども、ダメだったのかな。グッバイ、じゃあなっつって。とりあえずじゃあなだっつって。ボールかな、ボールは。これインタラクトできそうだよね。あ、ララーズボールって書いてあるよ。あ、来たー、まさかのララーズボール蹴り上げました。ララがね、
落ち込んでる中、この子の持つボールを蹴るこの鬼畜具合。じゃあ中入っていきましょう。エンターハウス、これで入れんのかな。オッケーオッケー、あったあった。なんか多分途中までは一緒ですね。じゃあちょっとカット多めかもしんないですね。ほぼ内容一緒な気がするわ。お前は今何してんの。はーい、またなんかちょっと会話できる感じかな。カスタードマシーンがなんかパワー通ってなさそうなんだよな。で、カスタードマシーンのパワー入れられれば、あいつがさ、ティンキービンキーじゃねえや、ララがさ、こう元気出すようにさ、作ってあげたいよね、みたいな。そんな展開だった気がするんだけどな。カスタードマシーンパワー入ってないんだよね。ここのボタンは？あ、これっぽいな。これを入れてあげんだな。はいはい、あ、はいはい、入ったね。で、カスタードマシーンのパワー入ったから、これでブチブチブチュって。あれ？ダメだ。壊れちゃった。ごめん。ごめんな。ツールボックス。あ、修理できんだね。割とこいつらこう子供っぽい感じでありながら、意外と工作とか得意なタイプだよね。図工とか成績いいタイプ。ツールボックスがどっかにあるから、あったあったあった。これやな。これで直しちゃう。ねえ。DIY しちゃうからね。やっぱね。今の時代のテレタビーズは DIY しちゃう。ね。森泉もびっくり。で、これで、ツールボックス持ってるから、直せんじゃない？ツールボックス持ってんだから、これドラッグして、こうだな。はいはいはい、来た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 。直せたね。オッケーオッケー。いいんじゃないの？やっぱみんな嬉しいんだね。やっぱカスタード大好きだからさ。We hungry 言ってますもんね。で、これでじゃあお食事したらね、ちょっとぐらいこう元気出してくれるんじゃないかな。ね。作ってあげようよ。誰こいたの誰こいたの。カスタード作るとき毎回誰かこいてる気がするんだよな。で、作ったから、渡せる？ララ食べる？これで所持品の中にカスタードがあるので、ララに渡すみたいな感じかな。これでどうよな。お腹空いてるだろお前も。な、食べな。これなんか適当な選択肢選んでるからな間違えてたら怖いけども多分大丈夫でしょう。どうよ、ほら、あ、センキューポー言って、あ、よかったよかった。うん、あんた親友だよみたいなこと言ってるもん多分な。よかったよかった。じゃ、これで、なんかね、他のやつらも食べんのかな。うん、ベストフレンドだし、もう一個ぐらいカスタード作って、何人かにこう、あ、誰またこういたの。なんかオチが見えてる感じがあるけども、これで、マイフレンドたちに渡してあげたらいいんじゃないかな。ティンキーウィンキーな、やっぱベストフレンドだしな。あげようかな、ティンキーウィンキー。緑のやつの分なくなっちゃうかな。大丈夫かな、まあ、最悪自分の分削れば、まあいいよね。ティンキーウィンキーにね、やっぱこびとかないとこの後の展開が怖いですから。早めのカスタードをね、あいつにはやっときたいですよね。で、もう一個、プーして、うん、オッケーオッケーオッケー。これで、カスタード三つ目、ゲットだね。うん。で、これを、ディープシーにも渡してあげると。どうよ、調子はどうよ、ブラザー。なあ。腹減ってんだろ？うん、食いな食いな。で、あとは、自分の分かな。まだ腹減ってるみたいな感じかな。どうなんだろうね。あ、やっぱ自分の分なくなっちゃったんだ。10時間後。死んだように眠るな。首のあたりとかも完全に切れとる。見えちゃいけないところが見えてる。 I can't sleep 眠れないよみたいな。なんで腹減りすぎて、そういうこと。何ギシギシ言って、あれあれ、あんな青いやついたっけ。本編あんまり俺詳しくはないんですけども。おお、どうした、壊されたな。ティンキーウィンキー、あ、
あ、青いっていうか紫色か。ティンキミキだったんだね。お前何やってんのと。え？マシン壊してどこ行っちゃうのみたいな。そんな感じですよね。で、おそらくフラッシュライトを持って、また、行くっていう感じだろうな。ちょっと待ってろよ。うん。マシン壊されちゃったし、一回マシンが壊れてたのも、あいつがなんか悪さしてたのかもしんないしな。ちょっと真相確かめに行かないといけないな。そうそうそう。で、他の奴らは寝ちゃってるから、起きなさそうだしな。まあ、寝かしといてあげようって感じでしょうね。多分デモ版と今んとこ展開としては変わってないけども、まあ、復讐がてらもう一回やっていきましょうよ。あ、これでね。うん。手に入れてっつってな。よし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 。じゃあ、ようやく、スレンディータービーズらしい。あれ？いなくなってる、ディプシー。あれ？あ。あ、ララ？どっち？一緒に探しに行ってくれんのかな？棒立ち！行こうか、じゃあ。あ、ララだね。ララが一緒に来てくれんだ。よかった、よかった。ディプシーは寝ちゃってたのかな？いやー、あいつは殺されちゃいそうだよな。フラワー。フラワーはプリティ腕もなんかプルプルしてたしね。プリティって言ってるよね、多分あれね。ララ一緒に行こうか。うん。走ることは今できないですね。ティンキーウィンキー。どこ行っちゃったの？怒らないからさ。やっぱお腹空いちゃって作ろうとしただけだよな。そしたらやっぱ俺のメンテナンスがさ、やっぱ良くなかったから、それですぐ壊れちゃっただけだろ？ちょっとじゃあ、左にね、ララは行ってもらって、二手に分かれて探そっか、みたいな感じですよね、おそらくね。ティキミキー、Are you around here? どこにいんの？みたいな感じですよね。ただな、なんかさっきの時点でもうちょっと、ティンキーウィンキーの顔がおかしい感じがあったんだよな。あ、カサードだ。カサードミッキー。ね。こんなとこに落ちてる。あれっつって。近くにいるかもしんないね。レイク。湖。湖の方に行ったのかなみたいな、そんな話かな。いやーなんかでも、重厚だよな、やっぱり。スリー、桁違いに重厚だよな。で、今度こっちかな。あ、レイクって書いてあるもんね。あっちに行ったらいいんだろうな。あ、なんかあったな。ワンへ続くのかとか言った記憶があるわ。いた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 。久々だから俺も復習しながらやってる感じですね。ティンキーウィンキー？ラララ。嘘だろ。あ、よけ。懐かしいこんなだった、こんなだった。ああ言って追ってくんだよな、これだな。逃げろ、逃げろ。とりあえず、一回家までな。一回家まで行けば締め出せるだろうから。回避、回避。どこ行っちゃったんだろう。あいつね、後ろから追ってきてるのかと思いきや。そんなこともねえのか。ああベストフレンドが。あ、そう、そして。謎のこの白いテレタビーズ、上から指示を出してくれてるのかな。お前そこいたら危ねえぞっつと言ってんだな。ほらもう顔がおかしいもんな。整形しちゃってんだよ短時間で。右、よし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 、いいぞいいぞ。上乗り越えて乗り越えて、よしよしよし。ああ嘘、もう一回かよ結構即死じゃねえか、呪音のシステムのやつ。さあもう一回行くぞ。今度こそ間違えないように行きたいところ。さあ、右だよな、多分な。右、右で、ホールドだ、ホールドだな、これ。長押ししないと死んでしまうシステムなの、これな。で、まっすぐ進む。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、いい感じいい感じ。ムービーだから勝手に進んでくから、コマンド入力さえ間違えなければ死なないって感じかな。さあ、これも、さあ、前に、よいしょ、行って、すってん、コロリンと。ただ受け身もしっかりできるタイプだからいけるいける。あっと危な、あちゃちゃちゃ、危な、何今の難しい結構ハードなコマンド入力からの、どっち来る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 、下か左か右か、
ブリブリ言ってる、ブリブリ言ってるぞ。スピーカーが壊されてる可能性あるぞ。右だ、回避して。アイシールド21、うお、来た。デビルバットゴーストをここでかましていく。さあそして左だ、逃げていけ。よしよし、木がなぜか倒れるシステム、なぜこのタイミングで倒れるって感じだけども。さあそしてまた木だ、木が来たぞ。さあ今度はどっち。ああで、これで首吊られた状態で発見されるわけだよな、多分ナブポーがな。っていうとこまでがおそらくデモ版だったはず。ここまでなんかやった記憶あるわ。さあ、チャプター1! A new day! まぁ、ちょっと読みたい方読んでください。ぜひコメント欄でストーリーを共有していただけると非常に嬉しいです。おー、来た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 !すげえ Windows とかみたいな、なんか PC 使ってんな。がっつり PC じゃん。で、なんか上から見てたわけだよな、モニターでな、きっとな。指示をしてくれてた。あいつが、今度は主人公になるのか。ああ、なんか調査しなきゃな、みたいな感じでしょうね、おそらくね。さあ、行くぞ。あ、なんだろう。地下かな?下水か何かに立てこもってたのかな?ここで研究してたとか?そういう感じでしょうかね。なんだろうね。とりあえず、でも、あいつらが生きてるかどうかでもね、ちょっと確かめに行きたいしね。特別2階はあんま意味ないのかな ?PC は仕入れなさそうですね。まあ行きましょう。開いてる開いてる。あ、なんか怖いね。ちょっとアウトラストとかで出てきそうな。そういった感じ。ここの下とか入れちゃいそうだよね。なんかね。奥行ってみようか。これ突然的出てきたりとかすんのかな?でも今回のこのツレンディータビーズ3は割と、あ、閉まっちゃってんね。ムービーシーンでこうしっかり襲ってくる感じあるから、コントロールルームに行ってあそこ開けようみたいな話だから今書いてあったね。コントロールルームを探さなきゃいけない。こっちかな。あー、ぽい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 。あ、パイプなんか使えそうだね。あー、やっぱ所持品に入ったね。他は、これは特別取れるものではない。パイプでもどこで使うんだろうね。ぶっ壊したりするのかな、殴ったりするのかな。あ、ここがコントロールルームか。みたいな感じでね。ドアがでも開かないのか?ここでパイプでぶちかまさない。あ、なんかバルブあるね、ここにね。これはひねれるやつか?あ、それでオープンすんの?え、そんなシステムなの?なんで?え、もっと合理的なシステムあるでしょ、ここ。あれ関係ないのか。バルブひねったことによって、どっかがなんか、移動したのか?なんか、あ、こっちかな?あ、パイプシステムが、まどろっこしい。なんか、作動するようになったわけだ。で、どっか足りないところ、ここだね、つって、つけてあげるでしょ?うんうん。あ、いいんじゃない?いいんじゃない?これひねったりはすんのかな?わー、バルブひねったりすんだ。で、こういって、みたいな。でも、最終的にどこに向かったらいいんだろうっていう話なんだけども。あ、メーターマックスになった。オッケーオッケーオッケー。あー、なるほどね。メーターを基準にしていくといいんだな。どっちがパワーが上がってんのかよくわかんなかったけども、とりあえずいけたっぽいわ。よかったよかった。で、これで、こっちに、バルブ回せばいいってことかな。そしたら、ドア開く?絶対鍵のがいい。絶対鍵のがいい。いらない。毎回あのバルブやってたら大変でしょうがないよ、このコントロールルーム入るとき。非常事態のときとかどうすんのって話だよ。あ、で、これでドアコントロールがまたあるわけだね。これ、ここもなんかややこしそうなシステム。そうでもなかった。むしろこっちでやるべき、あの、なんか難しそうなやつ。あ、ここだね。これでドアが開くようになったから進めると。よし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 。ちょっとカメラ気持ち悪い感じあるんですけども、これなんかもうオートで勝手にぐるぐるしてしまうんで、ちょっとご了承ください。で、ナイトビジョンのカメラを手に入れた。いいね。暗視システムを持ってるやつありがたい。で、ライトクリックで、おい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 、アウトラストやん、もうこんなん。バッテリー無限。すごっ。
結構怖くない？イグジットは右前だね。あ、何？何何？あ、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 死んだやつみたいなテレタビーズ。うろうろしてるよ。C でしゃがむことができる。あ、それで、あん中入るんだ。回避しながら行くってことだな。うわ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 、マジか。あ、こっちは来ない。あ、二人いる。待って待って待って。C で、入れんやないかい。嘘だろ。てっきりそこをエスケープポイントで入れよみたいな話かと思ったら。あー、そういうことね。この辺の遮蔽物を使ってうまいこといけよみたいな、そういう話。ああ、ノイズ走るのやめて。左側に行ったやつだけちょっと警戒したいね。あー、これやばいやばい。あこれでも死ぬ？死ぬ？これ死ぬ？死なねえんだ。怖っ。ノイズの走り方怖っ。これ走ると結構危ないゲームかもしんない。あ、いけるいけるいける。よし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 。ああ。来るか？死！で、壁ギリギリまで行って。危な、危な、危な、危な。危な。いやー、怖い。近い、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 近いよー。でも、あいつを、見送るというか、しゃがんでれば意外と大丈夫だから、こっちまでもう一回帰ってきてもらって、死なねえと思うんだよね、多分。死んだらごめんな。多分ね、死なない。ほら。なあ、あいつバカなんで意外と。で、ゆっくりと行く。はい。しゃがむの。あ、やばいかやばいか。しゃがんで。しゃがんで。大丈夫。ノイズ走りすぎ。あ、いた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 。で、こっちにも来た。一人。手前な。で、右行ったな。あいつら見すぎるとああなるのか？うわ、し、しゃがんで、今度こっちか？イグジット！よし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 。いやー、ノイズの走り方が、視界が本当に悪くなるから、結構難しいわ。なんとか逃げれましたね。おお、発煙筒。地下からとりあえず来たよ。おい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 、どうなっちゃうんだこれ。ということで、一旦ここで区切ってね、続きはまた次回やっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。